はい、お疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今日もね、朝10時過ぎぐらいにアホのまっちゃんが大きい声でね、大阪で生まれた女を歌いながら来たんですよ。それでみんなで来た来た来たと、今日も来たでと、みんなでね、目で合図し合ったんですよ、会社でね。そしたらドアバーン開けて、おはようって言ってね、みんな仕事頑張ってるかって言って、サボってないかって言ってね、しっかりやれよって言って入ってきたんですよ。それでそのままね、事務員のとこに近づいていって、あれ整形したってね、こう言い出したんですよ。それで事務員が、いや、してないですけど、と。ほんまと。見るたびに可愛くなっていってんねんけど、と。毎日毎日進化していってるん違うんと。普通女は毎日毎日老化していくんやと。加齢とともに、って。でも、まるまるちゃんの場合は、毎日毎日可愛く可愛く進化していってると。もしかして、誰かに恋してると。まあそういうふうにまっちゃんが聞いたんですよ。そしたら、いや、そんなんしてないですと。好きな人いてないですと。ほんまかと。もしかして、あいつに恋してるん違うかと。うちの社員のね、無口な人間を指さして言うわけなんですよ。まっちゃんが。あいつ違うんだと。あいつに恋してるん違うんだと。そしたらね、その無口な社員がね、いやー、まるまるさんは、もう25超えてるでしょうと。自分のストライクゾーンに入ってないんですよと。こんなこと抜かしやがってね。それでまっちゃんが、黙れこら言うてね、我喋るな言うて、我みたいなケツママのことだけ考えとけこら言うてね、怒り出して。それで自分がね、まっちゃん、ここは会社やと。会社でケツの穴ってでかい声で言うのはあかんと。光栄ならまだ100歩譲って許せると。でも大声でケツの穴はあかんと。そしたらまっちゃんが、せやなと、ごめんごめんポンちゃんと、言いなすわっつって、お前みたいなアナルのことだけ考えとけっつってね、また大声で言うわけなんですよ。もうこの男には何を言っても一緒やと諦めましたね。はい。それからね、自分とつどむとまっちゃんと3人でその子供食堂のこととかね、夜の居酒屋の話をしてたんですよ。店舗をね、どう改装するかとか、中を全部ガラントにしてね、柱だけ置いといて、土間打ちして、コンクリートでね、そういう形にするんかとか、まあ、いろんな話してたんですよ。そしたら、事務員がね、それ何の話ですかと、まあ、こう言ってきたんですよ。それで、まっちゃんが、胸張ってね、いや、実はなと、こうこう、こういうことやと、今こういう計画があるんやと、まあ、そういう話を事務員にしたわけなんですよ。そしたら事務員が、それなら会社終わってから夜、私手伝いに行きますと。お手伝いさせてくださいと。まあこういうことを言ってきたんですよ。それで、ストロムがね、いや、無理しなくていいよと。手伝ってくれるっていう人、他にもいてるから、無理せんでいいよと。まあそういうふうにストロムが言ったんですよ。そしたら、いや、私学生の頃から、そういうことをやってみたいと。そういうふうにずっと考えてたんですと。だから、もし邪魔じゃなかったらお手伝いさせてくださいと、まあ、そういうふうに事務員が言い出したんですよ。そしたらまっちゃんがね、あかんと、来たらあかんと、まあそういうこと言ったんですよ。真剣な顔してね、まっちゃんはおいでおいでって言うかなと思ったんですよ。そしたらあかんと、来んでいいと、真剣な顔して言うんですよ。そしたら事務員がね、そうですよねと、私飲食店の経験がないんですと、邪魔になるだけですからねと、まあそういうね、ちょっと冷たいな言い方をしたわけなんですよ。それで自分がね、まっちゃんに、なんであかんねんと。別に手伝うって言うとんねんから、手伝ってもらったらいいんじゃないのと。まあそういう言い方したんですよ。そしたらまっちゃんが、あかんと。どうしてもあかんと。まあそういう言い方するんですよ。何があかんねんと。何が理由であかんねんと。まあそういうふうに聞いたらね、ポンちゃん、よう考えやと。お客さん、来てくれるお客さん、よう考えと。俺とか、ポンちゃんとか、王とか、まあ、あとね、何人が名前言って、その関係の人間だよと。みんな、その顔ぶれ今、
頭に思い浮かべてみ、みんなドスケベの変態ばっかりやと。そんな客の中にこんな可愛い〇〇ちゃん、そんなもん入れられへんと。そんなもんライオンの檻の中に子ウサギ入れるようなもんやと。そんなこと俺にはできへんってね、言うわけなんですよ。だから本気で手伝いに来るなと、そんなん言ってるわけじゃないんですよ。その子にいい風に思われたいだけなんですよ、その事務員にね、まっちゃんは。それで結局ね、毎週金曜日と土日、その3日間を手伝ってくれることになったんですよ、うちの事務員が。だからもし本当にオープンできたら、まっちゃんが毎日かわいいかわいいかわいいと言っているうちの事務員が見れますので、ぜひ金土日来てください。はい、それでまっちゃんがね、うちの無口な社員にね、お前も手伝いに来いと、お前暇やろと、土日とか友達もいてないしすることないやろと、手伝いに来いと、まあそんな風に言ったんですよ。そしたら、いや僕ちょっと忙しいから手伝えないですよと、たまにはお客さんとして行けるけど手伝うことは無理ですねみたいなことをね、言いやがったんですよ。そしたらまっちゃんが、うちの娘入るんやと、もしよかったらうちの娘と結婚できるかわからんぞと、まあそんなことをね、冗談で言ったんですよ。そしたら、娘さん何歳ですかと。で、これ嘘ですよ。嘘で、まっちゃんが二十歳やと。どうや、興味ないかと。そう言ったらね、目の色変えてね、じゃあわかりましたと。予定全部キャンセルして、土日手伝いに行きます。つってね、本気で言い出して。で、まっちゃんが、うせやと。うちの娘、結婚してるかなと。そしたら、知ってますよと。別居してるんでしょと。そう言ってきたんですよ。その無口な社員にはそんな話してないんですよ。だから自分らが会社で喋ってる会話を聞いてるわけなんですよ、そいつは。それで顔も知ってますよと、この前会社来てるんですよ、それで顔も知ってますよと、僕タイプですとかね、言うわけなんですよ。でまっちゃんが、お前気持ち悪いなと、やめてくれよと、ストーカーみたいなことせんといてくれよと、まあそういうふうに怒ってましたけど、でもちょっとね、怖いなと思うんですよ、あの社員。自分のところの人間なんですけど、ちょっと怖いんですよね。それでね、自分と勤めとね、ちょっと用事があったんですよ、知り合いの会社までね。それでまっちゃん一人をうちの会社にまあ置いとくことできないし、まっちゃんも多分自分らが出て行ったら会社にはいてないと思うんですよ。それでまっちゃんに、勤めと用事行くけどまっちゃんどうするって聞いたんですよ。そしたら、俺も行くわって言ってね、一緒についてきたんですよ。それでまあ知り合いの会社用事してる間は車でまといてもらってね、まっちゃんに。それで帰りに昼飯食べようってなったんですよ。そしたらまっちゃんはラーメンとかそばとかね、麺が好きなんですよ。それでラーメン行こうラーメンってなってね、でつとむもラーメンが好きなんですよ。でつとむがラーメンいいですねってなってね、でラーメン行くことになったんですよ。自分はあまり好きじゃないんですけどね。それでどこどこ行きましょうみたいな感じでまあ行ったんですよ。そのね、行った店が、担々麺の専門店みたいな店だったんですよ。それで、食券買うときにね、まあ自分が普通の担々麺を押したんですよ。で、まっちゃんも担々麺を押したんですよ。で、自分らは先そのまま席に行ったんですよ、まっちゃんと二人で。それで、つとむが最後に買って、その食券を持ってね、席に来たんですよ。それで、店の人が食券を取りに来るじゃないですか。で、食券を渡して、そしたら、店の人がね、担々麺二つに、汁なし担々麺一つですね、と。まあ、こういうことを言ってきたんですよ。そしたらまっちゃんがね、携帯見てたんですけど、その携帯をテーブルにね、バーンって掘ったんですよ。荒っぽくね、バーンって掘ったんですよ。それでね、一分ぐらい、目閉じて、何かを考えてたんですよ、まっちゃんはね。それでいきなり目バーンって開けて、つとむの顔を見てね、つとむっつって、お前なんで汁なし担々麺やねん、と。おかしないか、と。お前それでもラーメン好きなんかと。まあ、こうなったんですよ。で、つとむは、え、飽きませんかと。自分ラーメン好きですよと。汁なし担々麺も好きですよと。まあ、こういうふうにつとむは普通にね、返したわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、お前にはがっかりじゃこらっつって。お前ラーメン好きやろと。ラーメンの汁はいるんやと。それでよ、ラーメン好き名乗っとんのこら言ってね。これ本気で怒ってるんですよ、まっちゃん。そしたらつとむが、あ、すいませんと。でも、自分、
汁がなかってもラーメン好きなんですと、ちょっと小山を返したんですよ。そしたらまっちゃんが、それやったらお前焼きそば食うとかんかいってね、でかい声で言うんですよ。そしたらつとむがね、すいませんと、この前混ぜそば食べてましたよねと、うまいのこの混ぜそば言って食べてましたよねと、こういう風に言ったわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、混ぜそばと汁なし担々麺と一緒にさらすなこら言って怒ってるわけなんですよ。それをつとむに言われて、それでつとむが、いや汁なし担々麺と混ぜそばの違いって何ですかと、ちょっと自分わかんないんですよと、つとむがそういう風に聞いたんですよ。そんなもん知るか、ラーメン屋に聞け言うてね、切れてるわけなんですよ、まっちゃんが。それで店の人にね、すいませんと、お昼時でお客さんいっぱいいてるんで申し訳ないですと注意されてね、それでまっちゃんがね、その注意しに来た従業員の人にね、すいませんと、まぜそばと汁なし担々麺の違いって何ですかって聞いたんですよ。そしたらね、そういうのって Google で調べたらおそらく出てきますよって言うてね、あしらわれてね、まっちゃんもまだブツブツね、なんやねんあの女言うてね、ブツブツ怒ってました。はい、その後はね、ラーメン食べて機嫌よくなってそのこと仲良く喋ってたんですけど、はい、まあ何にしろめんどくさい男です、あの男は。はい、ということで今日はまっちゃん VS 汁なし担々麺の話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。